今回はエクストリーム2路を攻略していきます。トゲ君には呪力回復積んどいてください。他は何でもいいです。というわけでやっていきましょう。さて、その力トゲ君はずっと動くな、しておきましょう。さて、他は殴りましょう。やっちゃっていいの？動く。一度でもスタンが入らなかったらリセットしましょう。下等はデバフ、弱調とご助戦はバフを積んでいきます。動く。このターンも同じ行動をしていきます。楽しくなってきた。避け切れるかな。遊びはしまいだ。うん、サイズやっちゃっていいの？動く。では教育の時間だ。楽しくなってきた。まずは質より量。ここでスタンが入ったら勝ちです。うん、相手のやっちゃっていいの？これは勝ちましたね。では教育の時間だ。楽しくなってきた。避け切れ。最後はご助戦で自殺を打って勝ちですね。うん、最善の。それじゃバフもたんまり詰めていますね。多少の運ゲーは必要ですか？簡単なのでやってみてください。収束、発散、術式判定、赤。何が起こったというの？まあ代表だからね。